どうも、241です。はい、今回は3月18日の241初のリアルイベントをちょっと振り返っていこうと思います。はい、よろしくお願いします。我々241がね、3月18日に信州対琉球ゴールデンキングスの試合で初めてね、ブース出展をしまして、うん、その日の後に初めてオフ会もね、うん、開催しまして、うん、今回の企画というか、うん、そもそもこのリアルイベントがなぜ行われたかっていう背景で言うと、まず僕ら有料の会員コミュニティでロッカールームっていうものをやってるんですけど、うん、その中の企画で伊崎匠さんとの企画で、うん、BBB バスケットボール&ビーンズっていう企画があるんですけど、うん、連載企画をね、やってまして、今結構大好評で見ていただいてるんですけど、うん、今回初めてねグッズを出しまして、もともと結構ねファンの皆さんとかからグッズないんですかとか声いただいてまして、それこそこういうトレーナーとか、うん、結構いただいてたんですけど、なかなか販売っていうところまで行ってなかったんですけど、うん、今回ね石崎さんとせっかくこうやって企画やらせていただいてますし、ロゴもね企画用に作ったっていうところで、うん、まあすごく可愛いものができたんで、まあ、せっかくだしコーヒーにねまつわるグッズを中心に作ろうじゃないかということで、うん、まあ、マグカップだったりトレーナーだったりコースターだったり、そういったものを作ったんですよね、うん、で信州さんから物販のお話というか、うん、ブースのお話をいただいて出してみるかと一旦、うん、我々的には今シーズンよりも来シーズンに目を向けてねグッズとか作ってたんですけど、信州の営業部にね、はい、ちょっとやられまして、はい、じゃあちょっとせっかくなんで出させてもらいますっていうことで、うん、3月18日にね1日限定で、まあ、ブースを出させていただいたんですけども、うん、楽しかったですねこれね、うん、やってみてね。そうやな、まあ、この日は信州対琉球ということで、うん、石崎匠さんも所属してたチームということで、うん、まあ、やっぱりその琉球のファンの方々も僕らのことを、まあ、一部認知していただいてたというか、うん、っていうのもあってブース出すっていうところからまずツイッターで反響をいただいて、うん、そうだね、うん、僕らも結構楽しみにしながら朝早く、うん、向かっていきまして、うん、勝手がまず全然わからんかった。そうそうそう、まずねそのブースの場所もあんま分かってなくて机がね2個だけ与えられてるっていうのが分かってて、うん、こんな感じでねずっとあの手作りで看板とかもね、うん、貼り付けてとか作ったんですけど、うん、中学高校の文化祭やってるような気持ちで、ね、うん、やってましたね。そう、うん、ちょっと他のブースよりかは僕らも勝手分からなくてレベルがちょっと低いんですけど、手作り感がね満載なんですけど、11時にねファンの方がこう入場入ってくるっていうことで、うん、なんとかファンとか準備を終えまして、うん、入場が始まったらもう予想以上に皆さん多くの方に来ていただいてね、うん、ありがたかったですよね。ありがたかった。僕らも信州さんのことを結構取り上げてるって言っても、うん、そこまで認知度はないんで、うん、結構声出しをして、うん、どうも241ですなんか言いながら、そうそうそういつものね始まりの合言葉は言いながらで声かけてくださった方々っていうのは、うん、結構 Twitter とか YouTube とかでも、ね、見てくれてる人とかね、そう、僕らも結構ハンドルネームとかでいいねしてくださる方やっぱ覚えてて、うん、買っていただいた方には、うん、ツイッターネームとか教えてくださいっていうことで教えていただいたりだとか、うん、で、あーってなって、ね、そこでやっとね、うん、顔と名前が一致するみたいなね、すごい嬉しかったよな。嬉しかったね、うん、よくツイッターとかね SNS で見る人を実際にね会うとすごく嬉しかったですよね、うん、やっぱね。で当日なんかは都市はよく信州に取材に行くんですけど、うん、僕とかすごい久々に信州に行ったので、ね、まず2人揃ってるっていうところがすごい特別やったというか、今回結構言われましたね、声かけてもらって、うん、あ、今日2人いるんだねみたいな。で結構の方々に来ていただいて、声かけなんかは、まあ、多分何十人とかにお声掛けいただいて、うん、実際物販もさせてもらったんですけど、うん、マグカップとトレーナーとかコースターとか、うん、まあ、皆さん結構買ってくださって、ね、うん、本当にありがたかったですけどね、うん、で朝の11時から試合の2時まで物販でずっと立ってて、うん、で都市なんか途中でな取材でちょっと抜けたり、そう、俺さんの取材してたからね、あの時、うん、総一郎はずっとね物販の方で見ててくれてて、で今回はちょっと敏腕マネージャーも連れてきてみたいな、うん、我らがね敏腕マネージャーっていう感じで結構な皆さんと交流して、うん、試合前は結構信州ファンの方が多かったんですけど、うん、ハーフタイムなんかは琉球ファンの方々が来てくださって、うん、石崎匠さんのお顔を見て、うん、あ、見たことあるという声をいただいてたりだとか、あとは試合後なんかも結構買いに来てくださって、うん、でなんとね、うん、トレーナーとマグカップはこの日用意した分は全部売り切れたということで完売ですね、うん、ありがとうございます。
もう在庫がなくなりましたからね、うん、在庫全部ここに持ってたんですよ、とりあえずね、何枚いるか分かんないということで、うん、今残った分ね持ち帰ろうと思って普通に用意したんですけど、うん、なんとなんと完売、うん、いやありがたいですね、いや本当ありがたい限りですね、うん、来ていただいて買ってくださった方も、うん、元から購入する気はなかった方も、うん、多分結構いたんですけど、うん、やっぱこのロゴとかを見てくださって、うん、あ可愛い、うん、やっぱ結構ね言ってくださって皆さん、それ嬉しかったですよね、やっぱね嬉しかった、うん、あんまりこうバスケしすぎてると使いづらいしっていうところで、普段使いできるようなねところを心がけて作ったんですけど、皆さんに喜んでいただけて嬉しかったですね、うん、で今回初めて物販やってみたんですけど、うん、お声掛けいただいて楽しいっていう気持ちと、やっぱ久々に立つ時間が長かったから店頭でねずっといましたからね、で僕なんかは試合も見れないんで、うん、基本声聞いてたり、ね、バスケットライブで見てたりだとか、うん、時間こそ長かったけど、うん、すぐ終わったというか、まあねずっと対応してたりするからね、あっという間の時間だと思いますけど、うん、物販の人ってこんな大変なんやっていう、うん、改めて気持ちになった、そういう気持ち、そうだね、うん、あとやっぱり準備不足、はい完全に完全に、ね、うん、ちょっとまあ今回のでねまた掴めたところもあったんで、うん、いろんな看板を大きくした方がいいとか、うん、上りがあった方がいいとかね、うん、今回初めてやってみて皆さんにね意外とこう好評でいただけたっていうのもあったし、お写真とかもねすごく撮っていただいたりとか、うん、名前もね呼んでいただいたりとかすごく嬉しかったですし、うん、なかなかやっぱコロナ禍でねリアルイベントもできてなかったんで、うん、その辺も今回ファンの方と触れ合えてすごく楽しかったですよね、うんうん、僕らは応援してます見てますの一言いただけると、うん、震えて喜んでますやっててよかったなっていう、ね、いや本当に思いました、思ったよね、この3年間ずっとやってて、なかなか普段のねコメントだと、うん、ネットだからやっぱりその辺の温度感は分かんないけど、うん、実際にね見てますみたいなこともすごく皆さん言ってくださって、うん、そういうファンの方と触れ合うの楽しかったですよね、楽しかった、うん、試合が終わって、うん、片付けも、うん、終えまして、その後オフ会と、うん、いうことで、皆さん今日はありがとうございます、初めてのロッカールームのお二人ということで、まあ、新州ファンの方と琉球ファンの方がダメだと思うんですけど、まあ、楽しく交流できればと思うのでよろしくお願いします、ありがとうございます、乾杯の音だけ大丈夫ですか、乾杯。こちらはねロッカールームメンバーの方限定ということで今回やらせていただきまして、ロッカールームの今メンバーの方150人ぐらいありがたいことでいらっしゃるんですけど、30人ぐらいね参加していただきまして、バーを今一つ貸し切ってね、 YouTube では普段話せないような裏話だったりとか限定のコンテンツだったりとか、スペシャルゲストでね三井淳さんも来てくださいまして、いや本当にだから盛りだくさんで楽しかったですよね、僕らも三井さん来てくださるってのも試合当日の物販やってる時やったし、そう物販の時にまず来ていただいてね声かけてくださって、今日夜行くよなんてね言ってくださって、ほんまにありがたかった、本当にありがたいですよね、三井さんに本当に感謝してますけど、感謝してます、うん、で当日はこの時限定の抽選会とかやらせていただいたり、うん、あとはその琉球ファンとその信州ファンの方がいらっしゃって交流してくださったりだとか、うん、そうだね、うん、やっぱそういうのも嬉しかったですね、うん、開催してるのは信州っていう土地でしたけど、うん、琉球ファンの方もね2組参加してくださいまして、信州、うんファンの皆さんとの交流ってそういう場も作れたことが嬉しかったですし、うん、バスケを通じて交流できる場としてやっぱローカルも作ったんで、うん、それがこう体現できたというのがすごく嬉しかったですね、うん、嬉しかった、うん、今後もなオフ会っていうのは、うん、いろんな各地で開催していきたいし、ね、まあ、信州なんかもまたやりたいしっていう感じで、うん、リアルイベントっていうのは僕らもいろいろ企画したいなと思ってます、うん、あとは今回物販やらせていただいたんですけど、うん、またな石崎拓実さんとのコラボっていうことでコーヒーとかもぜひ挑戦させていただいたり、うん、そうだね、うん、実際のねコーヒーを販売コーヒー豆とかね、うん、石崎さんに焙煎してもらうだったり、そう、そういうのはゆくゆくやっていきたいですよね、うん、結構な来てくださった方でコーヒーないんですそうそうそう聞いてくださる方もおって、うん、石崎さん自体もねずっとコーヒーは作りたいっておっしゃってるんで、うんうん、そこなんとかね我々とこう力を合わせて実現に向けてね、うん、動いていきたいなっていうのはありますよね、あとはこのグッズ、うん、ベースで全部オンラインで購入できるんですけど、うん、終わった後もいろいろ買っていただいたりな、そうだね、うん、SNS アカウントとかで発信もさせてもらってるんで、うん、皆さんねぜひ そちらもフォローしていただいて、うん、新しいグッズだったりとか、うん、まあ、その石崎さんとの企画に関する新着情報だったりも、うん、こちらのアカウントで配信していきますので、うん、ぜひぜひねこちらのフォローをお願いしたいところですね、うん、
はい、まあ、今回はね、フォア初のリアルイベントということで、すごく楽しかったですね、まずね。まず純粋に楽しかった。やっぱ YouTube 普段メインでやってるんで、なかなかこうね、リアルでのイベントっていうのは開催できてなかったですし、我々2人ともね、ずっとやりたいってことは言ってたんで、まあ、そんな中で今回ね、スケジュール的には本当に決まったの1ヶ月前とかで、まあ、無茶なスケジュールではあったんですけど、ファンの方ともすごく触れ合いましたし、皆さんに声かけていただいて、すごく嬉しかったですし、ぜひあの YouTube のね、よくコメントくださった方いると思うんですけど、お名前とかもし、ね、リアルであったら言っていただければ、うん、我々も認知できますし、はい、声かけていただけたらステッカーとかもね、うん、あのお配りしてますので、うん、ぜひぜひね、会場だったりとかそういったところでは声かけていただければなと思います。あとは先ほども宣伝させていただいたんですけど、ぜひグッズ、うん、っていうのをぜひ購入していただいて、コーヒーを飲んでいただいたりだとか、うん、信州で買ってくれた方なんかは高校で来てくれるっていう高校生の方もいらっしゃったりだとか、うん、おしゃれな感じで作れてるんで本当に、うん、ぜひ皆さんも買っていただいて、バスケットライフというか、うん、コーヒーライフというか、うん、我々と一緒にね、うん、過ごしていただけたらと思いますし、あとはね、我々今回初めてブース出店とかリアルイベントやらせてもらったんですけど、もっとこんなとこでもやってくださいみたいなご意見とかあれば、うん、コメント本当にもらえれば簡単に動けますんで、我々は、はい、とは軽いんで、ぜひぜひその辺はね、コメントもよろしくお願いします。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは241でした。